まあ結構噛み合ってないですよね。そう、噛み合ってないことは非常に多いですね。なんかその、なんか、ネットで稼ぐっていう、まあこれもよくあるパターンなんですけど、ネットで稼ぐっていうね。ネットで稼ぐっていう、まあなんで稼ぎたいのか、まあ収入を上げたい、まあ欲しいものが欲しい、いいとこ住みたいとか、まあそういうのがあってネットで稼ぎたいみたいな。で、いつしかなんか動画を撮ることが目的になってるみたいなね。動画撮りました、今日もアップしました、みたいな。いや、それアップしたけど稼いでんのと、リスト取れてんのとかね。なんかその行動したことに酔いしれるみたいな。まあ今まで行動できてなかったから行動できる自分が、に酔いしれるというか、まあ、できたぞってなるのは、まあ、あれかもしれん。しょうがない部分あるんだけども、目的何なんですかっていう、稼がないと、結果出さないと意味ないよって話で、結果出すために、じゃあ、どういう施策、どういう戦略、どういう工夫をしてるの、どういう改善をしてるのと。で、大体の人は、まあ、なんか、とりあえずやってみるみたいな。まあ、とりあえずやれない人もいるんで、とりあえずやりましょうみたいな話もするんだけど、なんすかね。別なんですよね。その、やったからといってビジネスで結果が出るっていうことは保証されてないんですよ。なんか仕事に行ったら給料くれる、1時間働いたら給料くれるっていうのがビジネスではないので、1時間働こうが、100時間働こうが、収入がゼロの場合もありますよ。だからね、そこはね、やっぱ考えていろいろとやっていかないといけないし、なんですかね。例えばその、久保さんとのこのやりとりは無意味なんだけど、もう、億万長者合宿はやらないので、ね、もう終わってますから、セールスは。なんで、これは、まあ、意味あるのかっていうと、あんま意味ないんですよ。だけど、意味ないけど、この意味ないことから意味を吸い出して僕はお金に変えてるんで。そう。だからなんですかね、まあ、意味がないことでも意味を見出してお金を収益化させるっていうことをしたりとか、なんかまあとにかく、まあ、全てお金に変えていくぐらいですよね。お金稼ぐんだったら。だからまあ、経費を使って終わりじゃなくて、使った経費、お金だったりとか、使った時間、まあ時間を経費と言ってもいいかもしれないですよね。使った時間だったりとか、使ったお金も、いかにその利益に変えていくかってことですね。売上利益に変えていくかっていうところを考えてやっていくってことですね。いってらっしゃい。